see over the other side。What's up, YouTube? ワンちゃんです。どうもどうもどうも。ということで、本日はですね、8月31日、インディアンスピリット音出しの日でございます。間違って僕が一日早く来てしまったために、まあ、いろんなドラマがありました。僕のチケットっていうのは、そのアーティストに用意してもらったチケットなんで、クルーって言われるチケットなんで、真反対に行かなくちゃいけないんですよ。で、めっちゃ遠くて、こんなの無理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 って言ったら、そこにいい人がまた通りかかってくれて、で、その後俺が送ってってあげるよって言ってくれて、でさらにその人と俺と同じ状況になってた人がその、ネパール人の人がいて、その人がたまたまここでまた遭遇して、で500回なんて昨日ビールやら飯3食ぐらいもらったのかなということで、ここで昨日こう夜みんなで語らいながらご飯食べながらみたいな感じで、今今日でもう6時から、パーティー夕方スタートなんで、みんな一生懸命忙しくやってますね。レディモンご飯を食いたいって言ってご飯を作ってもらったんです。Oh, thank you! Thank you, thank you! さあ、で、ここでもう今めっちゃ仲良くなって。Yeah, first customer, yes, yay! という感じで、もう飯に何食食わしてもらったの ?3 食ぐらいタダで食わしてもらって、んで、テントも止めさせてもらってみたいな、もう、こんなことってあるのっていうぐらい、本当に、すごいやっぱりあったかい人。冷たい人もいるし、あったかい人もいるし、今回は、人情だね。今回の旅のテーマは人情かもしんない。じゃ、サ飯いただきます。はい。美味しい。うまいね、これ。ピリ辛で。ちなみにこれは、キャベツと、じゃがいもを、豆のペーストで、混ぜて炒めたドライカレーみたいな。まあ、なんかチャーハンみたいな、カレーをチャーハンみたいな、した感じ。炒め物。昨日食べたけど、すごく美味しい。リトルチベットというお店の、仕込み、覗いてみようと思います。わー、オルカです。美味しそうですね。チャーハン。じゃがいもですかね。めっちゃ美味しそう。このでかい鍋。すごいよね。こうやってお店はできていくんです。It's a breakfast or breakfast? Second breakfast. Second breakfast. Nice.Well, because I can never know if it's the people behind the scene about like it's the food parties like. Okay, like the way, you're like you're a social media expert there. And... I'm doing YouTube. Yeah. I'm making the movie. Yeah. So like I said, I'm kind of like a reporting about like the festival report. Oh, okay. 今3時、夕方3時ぐらいです。夕方3時ぐらいで、ムーンステージで6時からスタート。という感じで、我々は、今、我々はじゃねえや。俺は、向かっております。我々って一人しかいませんが。ちょっとムーンステージでも見に行こうと思ってるんですが、ちょっとでも寄りたいところ、行きたいところがあるんで、日本人が、ラーメン屋さんやってるんですよ。ラーメン屋さん出店してて、その人を知ってるわけじゃなかったんですけど、向こうがもう知りたいっていう風に、会いたいっていう風に思っててくれてて、僕に連絡くれた?って言ったっていう感じで、僕はちょっと気づいてなかったんですよ。なんで、ちょっとコラボりましょうみたいな感じをしてるんで、この後、まあ、営業中は厳しいかな。できればね、忙しくなる前にちょっと撮りたいなぁとは思ってるので、ちょっと移動します。はい、What's up, YouTube? ワンちゃんでーす。もうビール飲みながらやっておりますが、もう少しですね。Hello! Hi, how are you? Good?
インディアンスピースフェスティバル始まろうとしておりますが、いろんなお店がね、今でもオープン準備始めてます。じゃあムーンステージの方に今向かっていきましょう。18時から、ムーンステージが始まります。さあオープニングショーがあと5分で始まろうとしております。みんなリラックスしてて、会場も開放されて、人がね集まってます。ここはムーンステージですね。はい、いやもうね、やることなかったんで、昼間からよね、ずーっとビールばっかり飲んで酔っ払って、なんかショーが多分始まりそうな雰囲気ですね。あと2分です。インディアンスピートフェスティバル、場所はですね、ドイツのベルリンっていても、なんかパッと僕もあんまり想像がつかなかったんですけど、ハンブルグという町の方に近いです。ベルリンとハンブルグとでのちょうど中間というか、まあちょっとハンブルグ寄りというかの田舎の方にある土地でやってます。始まりそうですね。なんか昔懐かしの煙玉の匂いがする。ということになります。These are the ones I'm missing.